ここで一番特徴的なことは、何を狙ってたかというと、この木材会館という建物は木の再生を考えようと。木だなと感じる建築ってほとんど都会では見られなかったでしょう。その木を扱っているところを調べてみても、どんどんその木の国産のとにかく樹木の需要っていうのはどんどん低減してるわけですよね。でそんな時にたまたまこの建物は新木場っていう場所、要するに木をこう輸入している場所なんですね。で日本の木の港、木の輸入の、拠点みたいな場所です。でも今駅前を建つとほとんど木が見えない状況。じゃあ大きな仮説として都市で木を使ってみようよ。それから、統制なんだったらこれがジェネリックな技術、要するにユニークでここだけで終わる技術じゃなくて、ジェネリックで一般的な技術にならなきゃいけないだろうって考えたわけですね。でその時に考えたことは木の流通を考えなきゃいけない。日本の中でマーケットがあるわけです。ですから新たな木材マーケットを起こしてまで都市建築を作る人なんて誰もいないけれども、世の中であるマーケットから流通できる材料で木を使えれば、それはマーケットがすでに存在するわけだから、マーケットの刺激こそなれ悪影響はないし、ジェネリックな技術としてまず使えるだろうって思う。それからもう一つは、木を使うっていうことのもう一つのチャレンジは、今都市建築のもう一個の問題、新築でピカピカな時がいいんですね。法隆寺とか日本の伝統建築とか茶室なんか見ても、白木がピカピカしてる建築なんてみんないいと思わなくて、グレイッシュになった木がいいわけ。決して腐ってるわけじゃないわけですね。エイジングを受けて年とともに美しくなる。で木っていうのは大体こう切り倒してから100年200年ぐらいこうずっとピークになってって、だんだん弱くなっていくから、建物で使われているよりもよっぽど長い寿命を持っているわけですよね。だからそういうことをここでチャレンジできる木ものにしなきゃ。ただ一方で木っていうのは弱いから、エイジングしているときにたまにやっぱり腐ったりダメになったりもするものがあるから、それも入れ替えられない。入れ替えることについては一番長く日本で工業化されている材料だから、その角材っていうのを使うのはいいけれども、角材を非常に特殊な使い方をして、例えば大型建築だからって50メートル長い角材を無理して作ってしまっては、もう大工さんが扱えないじゃないですか。作るときは何百人という職人さんが入って作るけど、修理するときは数人でやらなきゃいけないですよね。木の建築を本当に生かすためには、大工さんがこれを3メートルか4メートルっていう、世の中で使っている大工さんがハンドリングできる材料の大きさにもしとかなきゃいけない。そうすることでいつでも材料が取り替えられる。大工さんは1個の材料を超えるにはハンドリングがいいんですけど、それから住宅っていうスケールだったらまだいいんですけど、これだけ大きいものを大工さんでやるとすごい大変なことになっちゃうんですね。で材料なんかをこう見てみるとね、材料の値段が10だとすると、国産 の, その高級ではないその普及材だったら材料の値段は実は3ぐらいで、あとは大工さんが加工する手間が7ぐらいかかっていると。じゃあその時に大工さんと組むんではなくて、もうちょっと現代の技術を使ってできないかっていった時にビームができてきて、僕ら3次元で切ってるものを切ってるから、3次元プリンターであるとか NC 加工機にそれを入れて木を切るって発想が自分たちが模型を作る時になったわけですね。データで受け取ることで木を加工するっていうことを仕事にしてる人たちがいるんだなってことが分かったんで、どうせ組むんだったらそういう人と組もうと。そうすると論理的に言えば3対7のうちの7が安くなれば、極端に安く、材料3はもう安くならないだろうと、国産の材料だったら、で7の方が安くできるだろうってことで、そういう人たちと一緒に共同をやろうってことで、末永製作所っていうところなんですけれども、そこにたどり着いたんですね。で彼らは非常に素晴らしいのは、まさに現代のクラフトマンシップ、僕は勝手にデジタルクラフトマンシップと呼ばせていただいたんですが、そういうものを持っていて、どういうことかっていうと、その NC カッターは新幹線のノーズとかを削るために本来日本では使っていることが多いわけですね。非常に複雑な加工を使うために使っているわけですけれども、それを使って扉を作っている程度のものを、そこの末永も製作所はもう少し大工レベルの加工にもそれを使えないかってことをチャレンジしている会社だったんですね。そうとまさに良くて、ここで使う木をその人たちに加工してもらえれば、非常に巧みに現代的に、そしてデータでやり取りできるやり方ができるんじゃないか、つまりデジタルでクラフトマンシップが達成できるんじゃないかと。木と木、要するにさっき言ったように取り替えられるようにするために接着者だからですね。できたら釘も使いたくなくて、こう金属のボルトで締め付けて留め付けてるだけですからにしたんです。今度はバラバラにボルトを外せば木がバラバラになるから、ジャッキアップしておけばその1本の木をそこから抜くこともできるじゃないですか。そ
そうすることによってさっき言ってたような目標を実現しようってことを考えたんですけど、複雑な建物の中でじゃあボルトは通るのか、それからボルトを通すだけだったらいいんだけど、針みたいな応力のかかるものはボルトで通しただけだとボルトがずれてきちゃうんで力を伝えないんで、その辺で木線をまた木でかませなきゃいけないんですね。木と木を組み切りしていかなきゃいけない。でそれはすごい精緻な作業ってあるし、で木はせいぜい3メートルとか4メートルしかないから、それを継がなきゃいけないじゃないですか。継ぐ時も接着剤だったら簡単ですよね。でもこう針に使うってことはこう木を引っ張りがかかるように使わなきゃいけないですね。で木っていうのはご存知の通りこう普通のほぞってこう差し込むじゃないですか。差し込んだものは圧縮には強いけど引っ張りには弱くて抜けちゃうんですね。でどうしようと思った時に、よくしたもんでやっぱり日本には木の伝統があるから、こう引っ張りに強い継ぎ手っていうのを持ってるんですね。日本の伝統が、それは追っかけ大山継ぎっていう継ぎ手なんですけど、でそれは非常に引っ張りに強いんだけど細工が面倒くさい。大工さんがやると1箇所15分だからそれがお金のかかる理由だったんですね。でそれからその木ダボもほとんど隙間がなくピチッと入ってないと、隙間があるとその分遊びが出て全体としては狂ってしまうわけだから、もう精緻に組まなきゃいけない。でどうしようかということでやってみたんですけど、その追っかけ大山継ぎを NC 加工機で作ってみると15秒ぐらいで、オーダーとして1桁以下ですよね、2桁ぐらい小さくなっちゃう。まあ仮に100分の1ぐらい安くできたとしましょう。そうすると7っていうものが 0.07 になるわけだから、3プラス 0.07 ってほとんど3だけになっちゃうんですね、まあ、極端な極論やる。そうすると高級だと思われていた国産木材を使うっていうことも決して高級じゃなくなってくるし、かつ手仕事ができないような性能のものができるってことが分かってきた。つまり新しい職人とのつながりはデジタルなんですね。で職人さんと話してるうちに何が分かったかっていうと、じゃあ非常に精緻に組むためには木っていうのは木と、じゃあ一番動かない状態で最高に精緻を上げた加工ができるねっていうことが分かったので、彼らは特殊な乾燥をして木を一番縮めた状態にして、そこで加工をしたらすぐ組んでしまう。今度どういうことが起きるかって、大気中の空気を吸って木は少し膨らむんですけれども、木が何で持ってるかっていうのは今もそれもコンピューターでいろいろ解析されてるんですが、木っていうのはメリコミンっていって、お互いが圧着してさらにメリコむことで非常に強度を持つわけですが、さっき言ったように乾燥収縮させておいて組んだ木っていうのは精密機械のように組み立てられるわけですが、その後膨らむことでそれが隙間なくピチッと圧着したそうですね。そうするとすごい強度を持つっていうことも、じゃあそういう組み方をすればできるだろう。でこれ針に3万個木のダボが入ってるんですが、それ人間が作るって考えたら大変ですね。そのですからコンピューターとデジタルデータがあるから誰でもできるんではなくて、現代の中でもそういったことができるクラフトマンは限られてるんですね。でそういうことが実は微分を通して分かってきて、微分を通してできてきて、これから多分こういうことが僕らもやっていて分かったんだけど、どんどん起きていく。で建築の仕事が変わるし、木工といった伝統的な職能だけに頼っていたようなものが多分これからどんどん増えてくるし、同じものが金属パネルであるとかいろんなものを加工業に増えてくる。少量多品種をできる工作機ができて、それがデジタル情報によって設計がつながるようになったら絶対建築産業は変わるだろう。面白かったのは、まあ、シミュレーションをしてかなり大胆に見える建物だけどよくご理解して作る出していただけたことが良かったので、喜んでいただいていると思うんですけど、さっき言ったシミュレーションの中でできなかったの香りですよね。香りが素晴らしい。でまだまだコンピューターのバーチャル空間に入れてられてないものがたくさんあるなって思いました。だからコンピューターはプラットフォームでありツールであるけど全てではないから、模型も必要だし身体化も必要だしということを改めて実感しましたし、コンピューターはまだまだやることがありますよ、バーチャル化することがあるんじゃないですかって言って、さらにどんなにバーチャル化してもリアルなものを作らない限り全部落ちないわけですね。でもそれが事前に見えることで今では不可能な設計ができる可能性はどんどん高まっていくと思うので、もうギブアップしないでどんどんやっていきましょう。特にその見えないものを可視化するっていうのはまだまだ本物の建物ではできない、本物の建物でも不可能なことですよね。それがコンピューターの中ではできるから、そこがコンピューターの強みなので、それがどれだけ何を可視化すればデザインの領域、建築ビジネスの領域が変わるかって考えていけば、まだまだパラメーターがたくさんあるはずで、
そこを開拓していくことで建築のビジネス全体デザインが大きく変革するんじゃないかと思っているので、いい時代に生まれたなと思いますね。こういう時代に生きてる